玄こと鈴木愛理です。そしてこうちゃんです。どうも、今日もこうちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そういえば最近悲しい臨時収入があったんだよね。劇団四季のアラジン、これがちょっとコロナのせいで中止になっちゃって、しかも2回分、はい、全然止まったのに、このお金が返ってくるんだよね。そう、お互いに2万円ちょっとずつ返ってくることになりました。なので今日はこんな企画をやりたいと思います。それは第1回ディズニーお買い物選手権。イエーイ、これ楽しみにしてた。どういう企画なのかというと、このね、返ってくるお金、うん、どうせだったら、うん、ディズニーにそのまま使おうということでね、はい、お互いにその返ってくる金額の中で、はい、お買い物をしてどっちがいいものを買ってきたかっていうね、バトルですよ。これはちなみにもう1ヶ月前からスタートしてるんだよね。そうなんです、もうすでにお互い買ってきています。なので今日はそちらを紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。紹介していきたいところなんですが、こうちゃん、はい、ちょっとルールの方を紹介お願いできますか。わかりました、まあ、ルールといっても、うん、もうほんとシンプルです。今自粛中ということでネットで買い物をします。まあ、ネットといってももう何でもあり、まあ、Amazon でもいいし、もう楽天とかでもいいし、もうメルカリとかそういうフリマアプリでもいいし、まあ、なんならオークションとかでもいいし、はい、大丈夫です。それ守った？守りました。守った、 OK です。そして買ったものを今から皆さんに PR します。それで最後皆さんに投票してもらって、どっちがいいものを買ってきたかをバトルするという。いいですね、シンプルなんだけど盛り上がりますね。じゃあ早速紹介していきましょう。はい、今日は私からいいですか？いいですけど、大丈夫ですか？いいもの見せちゃうよ。俺後からもう巻き返すからね。いや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 、もうね、超えられない壁を作っていくよ。アイリーの買ったものとか知らないからマジ楽しみ。何買ってきたか、じゃあ早速紹介してもらっていいですか？じゃあ早速私から行きたいと思います。ちょっとあっちにあるんで持ってきたいと思います。まあ、なんか音する。じゃあ行きますよ。私が買ってきたものはこちらです。じゃーん。おー、なかなか大きいね。簡単に言うならばどんな感じですか？私たち寝室をハワイ部屋にするって、多分ね、この見てる方知ってると思うんですけど、そこのシンボルとなる、何物がここに入ってます。シンボル、はい、全然イメージがつかない。ウクレレじゃないの？これ、これじゃわかんないでしょ。わかんない。え、これディズニーグッズ、あ、ディズニーって書いてある。はい、さらにこの中を開けると出てきますから。はい、じゃあお願いします。いいですか、開けますね。おーおーおおすごい。えどうだ、これはやばいね。こちらはスティッチのティキ。ティキ神様です。あ、ティキって神様ってことか。そう、ティキティキルームだもん。ティキってことか。なるほど。そっと扱って、本当にそんな、ちょっとやめて。手袋だけダメ。はい、これ本当にすごいんだからね。何何、すごさアピール、何がすごいの？これね、世界で500個しかないの。マジ？500個のうちの1個？もう販売してないの。販売してない。え、これ2万で買えたの？2万切ってるからね。嘘。19,999円。マジ2万切ってんの？はい、すごい。え、しかも500個でしょ、世界で。そうだよ、その1個がここに来ました。盗まれちゃうかもしれない、泥棒入っちゃうかもしれない。やばい、もうダメよ。ちょっとこれちゃんと説明したいから見ながら言ってもいいですか？はい、どうぞ。こちらはディズニースタジオのイラストレーター兼グラフィックデザイナーのエリック・タンが、エリック・タン、はい、デザインしたテキスチッチです。テキスチッチ、このスティッチ、いろいろなねタイプがあるんだけど、その中でも私はちょっと明るめの木彫りのスティッチを選びました。あのね、アウラギにもスティッチいると思うんだけど、いるね、いるいるいる、それをイメージしてどうしてもこれが欲しかったの。なるほどね、ハワイ部屋を作ってるから、まあアウラギっぽいものを。そうなんです、こうちゃんも喜ぶかなと思って。確かにこれちょっと激アツだね。これやばいでしょ。これはちょっとやばい、しかも500個っていうのはちょっともうね、ほんとに諦めてたの。もう絶対ないやって思ったんだけど、オークションにあったの。あ、オークションなんだ。そう、競り落としたの。競り落とした。すごっ、やばい、これはちょっと強いかもしれん。
すごいの出てきちゃったでしょ。これは勝ったでしょ。ちなみにこれはどこに置くの？これは寝室の棚にドーンと置かせていただきます。また今度ルームツアーとかした時に出てくるの？出てくるよ。あー、どう飾るかもちょっと楽しみだね。最高、すごい作りだよ。ということで、私が買ってきたディズニーグッズでございました。オークションで19,999円。これはちょっと強いな。こうちゃん嬉しかったでしょ。これはちょっと嬉しい。これで終わってもいいぐらいだと思うんだけど、こうちゃんお願いします。じゃあ次行きますか。はい、じゃあ俺もちょっと持ってきますね。はい、お願いします。はい、じゃあちょっと行ってくら、目を開けてください。じゃーん、持ってきました。ダンボールを。ちょっと、あ、今さっきダンボールだったじゃん。あ、そっか、そっか。何否定してくんの。自分だってダンボールで持ってきたじゃん。じゃあちょっとアピールしていいですか。どうぞどうぞどうぞ。まあ今ディズニーが休園してるということで、はい、まあ、ディズニー気分味わいたいじゃないですか。かなり、まあ、そんな中で自宅で味わえるものといったら、まあ、ディズニーグルメかなと。最近ね、ディズニーレシピがいっぱい出てるもんね。そう、ではここでアイリーに聞きます。はい、ディズニーグルメの定番といえば何ですか？うん、そりゃあもうチュースだよね。 YouTube で流行ったもんね。うん、なんですけど他にもあるじゃないですか。今回はそちらになります。何それ、そちら。じゃあ行きましょう、行きましょう、行きましょう。ハサミ、ハサミ。こちらミッキーデザインのポップコーンメーカー。これずっと前からあるの知ってたんですけど、まあ、自粛中でちょっとディズニーのポップコーン食べたいなみたいな。これいいっしょ。これはこうちゃん、これ今買うべきもの。こちらはちなみにヤフーショッピングで買いました。本当は海外のアマゾンで在庫とかあったんだけど、うん、この商品日本には送れませんみたいになってたから、日本で輸入してくれるショップで買いました。海外で買うと安いんですけど、まあ、2万円ちょっと。まあね、欲しいものにはね、まあ、お金はいとわない。かっこいいこと言っちゃって。ということで、俺の場合の PR はこういうの実践だから、ポップコーンができる。嘘でしょ。今から作るの？ここで作って皆さんにアピールというね。はい、というわけで開けましたよ。すごい、結構大きいね。待って、これでさ、作れなかったら笑っちゃうもんね。いや、大丈夫大丈夫大丈夫。もうなんか子供の夢が詰まってるよ。ただちょっとね、説明書がオール英語なんですよ。英語できない2人にとってはちょっとやばいかもしれんが、作ってみていいっすか。あ、プレゼンの一つなんでしょう。これができるまでが俺のプレゼンだから。というわけで、中も洗って準備できたんで、はい、早速作っていきたいと思います。イエーイ。この明かりをつけて、これを押すと回った。回ってるんですよ。まず2分間温めます。まだかな、まだかな、まだかな。なんでアイリー興奮してんの？ポップコーン大好きなんだよ。なんで俺より興奮してんのよ。おかしいでしょうが。早く食べたい、早く食べたい。ポップコーン、ポップコーン。2分経ったんで作っていきましょうか。一回こう電源を切ってね、ここを開けて、ここの蓋を開けます。はい、そしてこのカップに、はい、ポップコーンを入れます。うわ、入ったね。そして油。ああ、もう危ない危ない危ない。これをここに注ぎ入れて、おお、危ない。閉めてスイッチオン。これだけですよ。始まったんですね。始まってますよ。ほら、音がする。そんな早くできるわけないから。違う、これ違う音。違う音だよ。3分から5分ぐらいでできるみたいですよ。我が家でポップコーンが食べれるだって。そうだよ、出来たてだからね。やばいじゃないですかそれ。出来たてってだけでちょっとやばくない？ワクワクする。コーンの匂いがしたよ今。なんかしてきたね。うん、まだかな。ブッブッブッ。匂いしてきて。あ、あ、あ、来た来た。もう今だけだったんで止めます。まあ大体でね。ということでこう止めて、これをできてるね。
ダーダダー自家製ポップコーンが出来上がりました。一回にまず味付けずにまず食べてみます。一斉の、ぬぐたてあったかい。でも味がない。やっぱね、味ないよね。ちょっと味付けしよう、これ、うん、キャストさん、これ味がしません。すいません、今ちょっと作り直します。これをさ、ポップコーンバケットに入れたらもうそのあん、いただきポップコーンバケットはこっちだ。これに入れましょう、ソアリンのポップコーンバケット。いいね。ちなみに今ので半分ぐらい、だいたいポップコーンバケット。おお、結構入ってるじゃん。入ってきましたよ。あ、はい、ゲストのアニヤさん、はい、お待ちいたしました。来たー、作ってきました。こちらはバター醤油味でございます。いい匂いする。うわ、美味しそう。入ったよ。うん、どうですか。美味しい。いい、うん、うん、めっちゃ美味しいよ。ほんと、ポップコーンに弱いからね、アリね。というわけで、お家でディズニーの味できちゃいました。嬉しい。これはパークのポップコーン全制覇しようよそういうのもできちゃいますからね、うん、というわけで、僕の商品紹介は以上です。来年チューブというわけで、第1回ディズニーグッズお買い物選手権でした。いや、お互いなかなかいいもん買えたんじゃないですか。お互いがお互いを思って買ってきてる気がしないでもないんですが、どうですか。確かにそうだね、これ俺すごい嬉しい。私はこれ嬉しいですよ。そうだね、これあり嬉しいね。やけどこの企画ほんと楽しかったね。楽しかった。見てる皆さんはいかがでしたでしょうか。普通にカップルとかでこういうのやるのもいいね。うん、金額決めれば気軽にできるし、ね、うん。さらに今回ね、いろいろネット見てて思ったんだけど、いろんなディズニーグッズあるね。そうだね、確かにあった。またやりたい。うん、欲しいものいっぱいあったんだよ。またやりましょう、好評だったら。うん、じゃあちょっと最後にね、どちらの買ってきたものが良かったか皆さん投票お願いします。これはアイリーのストーリーでやる。そうしようか。じゃあちょっと私のインスタのストーリーの方で投票をお待ちしております。この投稿した時間に合わせてアップしているので、ぜひチェックしてみてください。ちょっと何日か後に見て、お捕まえば、すいません、はい、はい、というわけで、どちらかに投票お願いします。お願いします。こっちにお願いね。いやいや、こっちでしょ。こっちだよ。こっち、よし、こっちです。こっちでお願いします。よろしくね。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。こっちです見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマートフォンの皆さんは下の概要欄から登録お願いします。あと Twitter、インスタ、ブログ、こちらもやってるので、ぜひチェックお願いします。今日も一日ハッピーになーれ。